頭も落ちるかな。何ですか356。3とあと356。なるほどね、356ね。これぐらいの感じなんですね。キープしてます。この辺行ったり来たりとか。1週間。そっか、この25、80。今日が、どんだけ食べたかというと、AD で、ね、大体13ぐらいで、AD は13ぐらいは食べる。はい。それのみですか。ウェット食べるときと食べないときと。これはでもね、ドライのウェットの状態で6.5ですからね。あ、賞味2ですよね。はい。あ、これでもこの週はウェットが結構ほぼ食べてる。食べてるんだもん、この週は。まあ、食べないときはあったけど、ウェットはじゃあ0から6.5とかですか、この週も。お、スイカ食べた。はい。スイカ好きなんです、おやつは好きですね。あ、ほんとスイカ好き食べるんですね。はい。この店の会社はもう、ほぼ1だね。たまに2があるけど。ですね。でも形は、まあ、結構かえって硬いぐらい。いや、結構水っぽくなってきて。水っぽくなってます？下痢ではないですけど、いい感じの。形はあるけど、ちょっと水分ある感じ。はい、照りがある感じで。果物の水分がいいのかな。かもしれないですね。お、書いてるわ。それじゃあもうちょっと授業始めよう。高専授業始めます。あ、明日かな。しましたね。しました。ケース用意して、あ、手袋しとって。うん、端っこも出た。あ、出ちゃった。ダブルで出ちゃった。まあいいや。よいしょっと。はい、全部しちゃったらさ、こっちに移して。まだしてるね。終わった。終わったかな。終わったかな。いいよ。して、はい、はい、いや、ね、FT したい。ちょっと FT。FT お願いします。FT、うん。そして光線照射でしょうね。100の3分。またする可能性あるから。しましたね。しました。はい、しました。あ、ちょっと抱っこして。それだったら取るだけですね。はい。いい。はい、これ持ってきます。うん、これ持ってきますね。お願いします。さっきの FT 実施です。まあ、するかもしれない。まあ、手袋しようって、そうするとスッと取れる。はい、で、そのままこっちにあるんで。では、まあ、ちょっとおしっこだけで、取れるおしっこ取りますけど、さっきのはちょっとおしっこは意味がないんで、はい、うんちだけ見させてもらいます。はい、光線車、故障車3分で、そう、で、それ全然開けながら、簡単にさ、こんだけでさ、体重がさ、減らんなきゃすごいんだけどね。そうですね。でも、動いてるんですよね、なんか。昨日とか2時間ぐらい走ってました。そんな走ってて、お腹すくやさんなのかな。結構、こう、走るって書いてあるね、最近は。はい、しっかり走って。最近は、一年のこと思えば、だいぶ走るようになってきたところ。そうですね。前晩ご飯走らないだろうね、この辺。だいぶ走る。これ走る、何も変えたいところは何も走ってないところ。あ、でもちょっと走ってます、ね。ちょっと走る。走ってうんちして夜ご飯食べる。走り込むけど。蓋ください。いや、蓋はないもん。手でコントロール。名前なんて。卵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 。ちょっと口をよくやってるんですけど。目玉ね。そうなの。今ちょうど口が、口がちょうど今寝ながらなんです。ギリギリ歯ぎしりみたいな音してます。もしかしてなんか気になるのか。こっち向いて噛んでくれたらどうです。先で登っていいよ。登って。そう。
まあ、まずさ、あの顔のここの形、右と左にまず差がないことが大事。要は歯周病になってくるとさ、腫れてくるからさ、そうすると右と左の大きさに差が出てくる、きますわね。それからあとよだれが出てきますよね。で、ちょっと匂ってくる。あ、そういう感じはないですね。まあ、今パッと見た感じ、歯がちょろっとだけ見えただけですけど、歯はまあまあ綺麗でした。だけど歯茎まで見えないですよね。ガバッと口開けると。確かに。と言ってさ、できないでしょ、デンタルケアってなかなか。できないですね。ハチネズミのさ、デンタルケアできる確率は1割ぐらいだね。たまにいるけど、たまに1割いるんですが、あれが好きな子ね。そうさ、つけてアンアンアン。でも本当に1割です。10匹いて1匹ですよ。大抵の子はそんな好きじゃないからさ、他のところって結構好きなんだけどね、あれ。なんでだかな。なんかハリネズミはそんなに好きじゃない。うちの両方ダメですからね。3分だよね。はい、オッケー。で、まあ薬はこの AD とかで飲めてくるんですかね。はい、はい、じゃあいいよ、その分にしましょう。で、そのちょっと持って入れてあげて。噛まないで。グローブ上から大丈夫なの？大丈夫です。そういう噛み方ね。はい、あの